がってきやがれ。さっさと来いよ。いざいざ、一本目勝負。風の傷だ、風の傷、風の傷、キジンゲット。ビラ風の傷、ビラ風の傷、風の傷、キジンゲット。風の傷、風の傷、風の傷、キジンゲット。やめろ。風の傷、爆流派。犬夜叉、野生狼の出る幕じゃねえ。だらしねえな、この野生狼が。二度と俺の周りをうろちょろするんじゃねえぞ。よっしゃ。始めるぜ。あの群れは採苗所か。こっちへ来るみてえだな。面白い。採苗所ごときでこの犬夜叉様を倒せるかどうか試してみやがれ。いざいざ、はじめ。ビラッビラッビラッ、エバッ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 ビラッエバッエバッエバッビラッエバッエバッエバッビラッエバッエバッ。分かったのか。エバッエバッち、何匹か逃がしたみてえだけど、まあいいか。紫魂のかけらも2個を奪えたことだしな。始めるぜ。カグラ、てめえこんなところに嫌がったのか。おや、犬夜叉じゃないか。あんたまだ生きてたのかい。ちょうどいい。ここで会ったが100年目だ。いい加減蹴りをつけようじゃないか。望むところだ。鉄災がでてめえのいけすかねえ風ごと叩き切ってやるぜ。私の風とあんたの牙、どっちが強いか思い知らせてやる。行くよ。飛んでいきな。いざいざ、一本目勝負。風の傷、キジンゲット。ビラッハッビラッエバッエバッ。風の傷ハッ、風の傷、キジンハッハッ。暗いな、カバーめまい。キジンゲット、爆流ハッ。敵じゃねえ。キジンゲット、キジンゲット、風の傷。
龍者の舞。犬夜叉、これがペッサイガの力で。どうだカグラ、思い知ったか。所詮てめえの風ごとき、このテッサイガの敵じゃねえってことだ。よっしゃ始めるぜ。待ってましたよ犬夜叉。なんで魅力じゃねえか。どうしたんだよそんな真剣な顔して。犬夜叉、いい加減カゴメ様に自分の気持ちをはっきりと伝えたらどうなんです。うっせえってんだ。だいたいお前のようなスケベ奉仕にとやかく言われる筋合いはねえ。どうやら言葉で言ってもお前には分かってもらえないようですね。へえ、この俺とやろうってのかよ。いい根性してるじゃねえか。さあかかってきな。行くぜ。さあ行ってみましょう。いざいざ、一本目勝負。ボス、ヘッ、偉そうなこと言ってやがったくせに全然大したことねえじゃねえかよ。さすがは犬夜叉、私には無理があったようですね。ところで犬夜叉、村の女子に聞いた噂なのですが、カゴメ様が奈落の城のある方へ向かったらしいのです。通りで見かけねえと思ったぜ。こうしちゃいられねえ。あばよ、ミロク。よっしゃ。何やってんだ。始めるぜ。ここが奈落の城、ついに追い詰めたぞ。待って犬夜叉、私も戦うわ。やっぱりここにいたか。カグメ、危ねえじゃねえか。下がってろ。いやよ、私だって奈落のこと絶対に許せないんだから。仲の良いことだ。安心しろ、二人まとめて相手してやる。さあかかってこい。今度は逃がさねえぞ。覚悟しやがれ。絶対にぶっ倒してやる。敵じゃねえ。楽しませてくれよ。いざいざ、一本目勝負。かっ、風の傷、風の傷、消えてもらって。風の傷、消えてもらって。
許さねえ。どうだ、奈落、これが俺の実力でい。革命、お前大丈夫だったか？私は平気よ、犬夜叉がかばってくれたし。けだから下がってろって。まあ奈落の野郎も倒せたし、行こうぜ革命。私、日暮しかごめ、中学3年生。ひょんなことから戦国時代に引き込まれてしまったの。そこには、50年前、奇境に封印された汎用の少年、犬夜叉がいた。犬夜叉は、私の体の中から出てきた四魂の玉と呼ばれる玉を狙ってたわ。さまざまな妖怪も、妖力を高めようとその玉を狙っていて、戦いの中、砕け散ってしまった。以来、各地に散った四魂のかけらを追って犬夜叉との旅が始まった。旅の途中、卑怯な手口でいろんな罠を仕掛けて四魂のかけらを狙うすっごく嫌なやつ、奈落が現れたの。だけど、私たちにもしっぽうちゃん、弥勒様、サンゴちゃんとどんどんと仲間も増えてきたわ。みんなと力を合わせて、いつか必ず奈落を追い詰めて倒すわ。私たちの旅はこれからもまだまだ続く。わがままで聞き分けない子にはお仕置きをしないとね、しっぽうちゃん。